機動戦士、ガンダム G ストラテジーは、ホビージャパンから発行されていたゲームギャザで連載されていた ORG による読者参加型ゲーム。RPG マガジン時代から続く一連のガンダム、読者参加型ゲームの3作目にあたる。ゲームマスターは、ワグリアキラ。宇宙世紀の歴史から結果がある、程度予想できた過去に作品の反省を踏まえ、 大幅に自由度がアップしている。独立部隊システムや戦略オプション等、プレイヤーが一兵士であると同時に、軍上装備のようにゲームに関わることができた。一部ネットで盛んだった、プレイヤー有志が集まった、非公認のコミュニティを今作では、システムとして採用している。一定以上の人数などをクリアすると公認の、独立部隊と認定され、 独自作戦の提案権などが与えられた。特に優秀な作戦は紙面で採用され、通常の作戦と同じように一般プレイヤーが参加できた。ただし紙面に載せる都合上、スケジュール的にかなり厳しかったようである。軍上総部が決める戦略部分をプレイヤーの投票によって決定するシステム。10個の提案の中から賛成には、 反対には罰をそれぞれ書き、集計後上位のオプションが採用される。詳細以上の階級だと、通常オプション一つに対し一票で処理されるところを、敷地と同じ値の票を投票できる。上位階級の発言権を再現したシステムである。独立部隊作戦と同じく、プレイヤーからの内容提案もできた。プレイヤーの意向が反映されるのは、 画期的なシステムであるが、新型騎士級など目先のボーナスに気を取られ、対局的な視点に立てないプレイヤーも少なからずいたようで、それによって戦略が迷走した軍もあったようだ。逆に言えば、対局的なものの見方ができた陣営が勝利、しやすいということでもあり、派手で高コスト MS の獲得より、現行機の回収や強化、補給の充実などを優先することの方が、 全体的な戦力の強化へとつながったり、政治的な取引や戦闘の落としどころまで考慮することが可能だったとも言える。それが顕著に現れたのは最終回においてであり、選択面で失策を繰り返した地球連邦の敗退と相互に暗黙の連帯感を持ったエウーゴとネオジオンの地球圏分割支配という判定へとつながった。一定の条件を満たした読者キャラクターには、 通常の変装はがきにさらに特殊な結果が追加されてくる。それは特殊な機体への登場権利や新しい能力の獲得、特殊な人物との遭遇であったり、果てはドラマチックな死亡通知であったりした。ありがとうございます。